を入れてきたわけです。で、中国の考え方としては、この地図では分かりかと思いますが、日本列島から台湾を含め南シナ海をぐるっと取り囲み、これを第一列島線と言います。で、その右にある東京からずっとガムを得るような第二列島線というのがあります。それからずっと右の方に行きますね、ハワイからハワイのところに第三列島線というのがいます。で、一時期中国は何を言い出したかというと、第一列島線は死守する、アメリカなどの勢力がこの中に入ることは許さない、第一列島線と第二列島線の間の海域はこれは混合した海域であって自由な行動はさせないと。で、できたらアメリカへ、クリントン、当時のオバマに対して言ったんですけれども、太平洋をハワイの中心に引いた第三列島線で2つに分けて、東側はアメリカが、西側は中国の海として共存しようよということを言いました。これは世界で大きな反響を呼びまして、中国はいやいや冗談という感じでごまかしましたが、本音をそこに覗かせた海洋に進出し、アメリカの勢力を狭め、太平洋において自由な西太平洋はまさに中国の海にしようと、こういう構想を持つとですね、台湾はどういう位置づけになるかというと、まさに太平洋に浮かんだ不沈空母になるわけです。これを中国が手に入れることによって、台湾を基地とした航空戦略が第二列島線までは完全に中国の海化するように行動するであろうというような、中国に対する一つの警戒すべき兆候としてこういうことを言い出した。これが、まあ、国語学、地政学的に見た人たちの考え方であり、中国に対する警戒の意識なんですね。はい、ありがとうございます。それでですね、結局今ルル申し上げたような中国の、いや、台湾における戦略とかは中国にとって好ましいものじゃないということからですね、今後はどうなるかというと、米中対立というのがますます厳しくなるだろう。そして台湾に対する武力侵攻の危険度も増すであろうということから、結局東アジアが安全保障上大きな焦点になってくる。その時に問題になるのが中国の軍事力であり、台湾の軍事力である。で、数年前から、2、3年前からウクライナにおけるロシアの攻撃、中東ガザ地区におけるをめぐるですね、中東紛争、これは何を意味するかというと、一旦戦争が始まってしまうと、結局大きな人権問題をはらみながら、まさに今イスラエルが窮地に陥っているのです。アメリカも態度を表明しなきゃいけない。そうなるとアメリカも11月に大統領選挙を控えて、もしトランプが出てきたらどうなるのか。バイデンがコミットしたようにウクライナ防衛のために多額の支出を続けるのか、そういうような問題があって、軍事力のバランスというのが非常に問題になります。これ
むしろ台湾の方が密度は高いんですけれども、しかし台湾海峡を挟んで中国が台湾に言うことを聞かせるための軍事的威圧、場合によっては台湾に対する武力侵攻ということを考えたときに、それが成功するのか、あるいは発動されるのかということを見る上で、この軍事バランスというのは重視しなければいけません。まあ、いちいち数字を捉えて申し上げてもなんですから、ざっくり申し上げたいと思いますが、次お願いします。こちらが台湾の防衛費の増え方なんです。あまり増えてないですね。中国の場合はもっと7.9% 増えて34兆ざっくり国防費が積み上げられました。我が国が岸田さんによって防衛費が積み上げられているというのもいろいろな政治的な批判がありますが、それでも5兆気がしますけれども、まあ、台湾のような民主主義国家ではなかなか現状維持を伝えながら国防費を増やすわけにいかないという事情があります。どう次お願いします。で、例えば戦闘機の数がですね、今戦力で考えるとですね、戦闘機の主力戦闘機が何世代の戦闘機かということが非常に重要です。私も航空のことは詳しくありませんけれども、今第4世代が主役です。昭和25年ぐらいですか、朝鮮戦争が始まった頃に初めて F-86F というアメリカのジェット戦闘機が朝鮮半島で活動しました。中国、ソ連は北朝鮮に対して民放F 戦闘機を渡して対抗しました。この時代の戦闘機を1世代と言いました。で、2世代という戦闘機はファントムという戦闘機になります。これは航空機に積み込むレーダーの照射の範囲、距離、それからそこに積む武器、武器を発射する機関を打つときに、その射撃命中精度を上げるためのいくつかのコンピューター装置と一定の条件を整えた、そういうもので4世代1世代、2世代、3世代を終えて、まあ、4世代を迎えております。我が国の大体航空自衛隊の戦闘機はほぼ4世代です。で、中台の関係で見ると、台湾海峡を越えるためには航空戦力が絶対的に重要になります。で、これは戦闘機の数にかかわらず、台湾がですね、黄色と赤ですが、ある程度一定の数を取っているんですが、中国が4世代機をどんどん増やしていっているという、これも見過ごすことのできない非常に大きな要因になります。はい、お願いします。台湾の今、防衛体制は、政府で台湾を分けておりますけれども、金門馬祖、あるいは防
大事など台湾は小さな諸島を持っているね。これが悩ましいところになろうかと思いますが、しかしウクライナ等に比べてですね、台湾の防衛体制というのは非常にしっかりしています。寸分の隙を与えない体制を維持していますが、勝てる状態の維持はちょっともうみんな難しくなる。一方、中国の方向だったり、習近平によって軍事改革が行われます。中国はもともとはあんまり戦争した経験がありません。一番大きな戦争は国民党と共産党軍の戦いであり、そういう意味では中国共産党軍は7つの軍区に分けて、それぞれの軍区に部隊を置き、2万1000キロの長い国境線をそういう部隊に防衛担当させておりました。しかし習近平はもうそんな時代じゃない、地面に張り付いた部隊を配備して安全確保しようという時代じゃないと、思い切って5つの線区に分けてそこにあります、ね、北南東西中央と分けて、そこに機動打撃ができる、すぐ戦える旅団化した軽快な部隊を配備して戦争準備体制を整えるんだということを強調し、こういう配備になっております。これで申し上げますと、東部軍管線区が台湾を担当します。南部線区が ASEAN や南シナ海を担当しています。あとは西部線区は中央アジアがソ連軍大攻勢からの防衛の戦力ですね。それから北部戦力というのは前は信用軍と敵軍部と言われた地域があるんですけど、今や山東半島も含めて、朝鮮半島や太平洋正面、特に日本を睨んだ軍事力というのはここにあると思います。はい、お願いします。あ、これ結構です。これがミサイルです。中国が持つミサイルは射程から見るとこんなにほぼ世界を覆っております。重要なことはアメリカ大陸、北米を全部カバーするミサイルをすでに持っている、国内に配備しているということで、その勢力は相次いでいます。ここにありますように SRBM、 右の方に縦にありますように短距離ミサイル FR、見える中距離、それから IRBM、 これが中距離ですね。そして ICBM が大陸間弾道弾、まあ、こういう形で非常に距離の長いミサイルがどんどん今増えているということが分かります。こうなりますとですね、体制、アメリカとソ連の間で作ったミサイルの数をお互いに抑制しようという約束の趣旨と外れるように中国のその間違いになって、どんどん長距離ミサイルを増やして、これが増えすぎるとトランプさんが言うようにアメリカファーストとなると。アメリカ防衛が第一だというようになってくると、アメリカの行動は非常に消極化すると思うんですね。はい。
これは近代的に潜水艦の数がありますが、中国はどんどん増えているという。端っこの方に黄色い線がありますが、我が国の潜水艦は今22隻体制に増やしておるんですが、それでも中国に比べれば微たるものですね。右側の方が駆逐艦、フリゲート艦と水上艦艇でありますが、これも中国がどんどん今増えております。アメリカの太平洋艦隊が凌駕しております。日本の船はそれなりにポジションを取っていると思います。航空機もどんどん増えておりますし、古い世代の飛行機もまだ残っておりますけれども、第4世代、第5世代の戦闘機がより増えているということが分かります。はい、あ、結構です。以上、まあ、このようなざっくり見た軍事力体制から見て、我が国は決して安全な環境の中にはいないということは承知すべきだと思いますし、台湾有事は日本の有事と申しますけれども、台湾で何かあった時に日本の有事として日本が行動できるかというと、私はそれはなかなか難しいんじゃないかと思います。と申しますのが、1972年に、あ、これ消して結構です。